うすぐ夏も終わっちゃうね。なんか悔いでもあるのか。もう一回ぐらい水着で遊びたいかな。せっかく新しいの買ったし。そういや買ってたな。水着で青い空で日差しを浴びて美味しいご飯を食べて、うんうん、楽しそう。リンちゃん一緒に行こうよ。今日は雨だから明日とかでも。海か、あんまり気乗りしないな。絶対混んでるだろう。そっか。あ、いや、そんな露骨に落ち込むなよ。そこまで行きたいのか。でもほら、ちょっと前に大垣や犬山さんとも行ったらしいじゃん、海。そうだけど、リンちゃんとも行きたいの。そうか。別になでしこと行くことは嫌じゃないんだが、もう少し人が少なくなったら、いや、それだともう寒くなりそうだな。だね。でも、要は水着で遊びたいんだろ？海以外で何か水着で遊ぶ方法はないのか？それなら。エトワリアにはプールはなさそうだし、他には。ビデオ撮影とか。却下だ。そもそも明日はキャンプへ行く予定だったんだよ。夏なのに珍しいね。うん、エトワリアはまだキャンプを娯楽でやる文化が浸透してないから。夏でも静かにキャンプができるんだ。だからどうせなら今のうちに普段はしない夏キャンプを満喫しておきたい。それいいね。でもそっか、ここ最近雨だったから。うん、ちょっと前から続いてる軽い雨が来週はさらに本格的に降るらしい。だから久しぶりに晴れる明日がチャンスなんだ。申し訳ないけど明日は。そっか、そうだよね。じゃあ私も一緒にいい？本当はソロキャンの気分だったが。水着はいいのか？どこの山に行くの？聞けよ。里から出て東の方にある山だよ。まだ行ったことない。あれ、その山って確か火山だって聞いたことあるけど大丈夫なの？確かにそうだけど、噴火なんて昔にしたっきりもうずっとしてないらしいぞ。たまたま行った日に噴火したとしたら、私はどんだけ運が悪いんだって話だ。じゃあ大丈夫だね。あ、でも火山ってことは温泉があるかも。温泉か。確かに湧いてても不思議じゃないかもな。じゃあ、いや、施設としてはないはずだぞ。人の整備の入ってない湧いたまんまの温泉が外にあるだけ。そんなのに裸になって入るとか恥ずかしいだろ、人がいなくても。そこで水着だよ。ほら、元の世界でも水着で入る温泉とかあったでしょ。それと同じ。水着なら野外の温泉でも恥ずかしくないと思うんだ。そうだな。暑い山を登って汗をかいた後に入る温泉か。確かに水着なら恥ずかしくないし、ちょっといいかも。わあ、今すっごくいいかもって思ったでしょ。そこまで思ってない。
ちょっといいかも、ぐらいだ。ちょっとはいいんだ。うね。わかったわかった。やったー、温泉見つけたら二人の秘湯にしようね。うん。誰も来ない温泉、そんなの見つかったら本当にありがたい。よーし、それじゃあ早速水着に着替えて。山をなめるな。それに今日は雨だよ。ちゃんと準備して、明日晴れたら行くぞ。でもちょっと霧が出てるの。ま、視界は悪くないし全然問題ないけど。温泉あるといいね。そっか、昨日はちょっとテンション上がってたけど、今からあるかないかわからんもんを探すのか。なんか億劫になってきたぞ。あの、もしかしてなでしこさん、リンさん？あ、キララちゃん、偶然だね。おはよう。おはようございます。これからお二人はキャンプですか？そうだよ、キララもキャンプの終わりには軽装だが大丈夫？私は山菜採りに行くだけなので。山菜採りか、私たちはね、これから温泉探すんだよ。見つけたら私たちの秘湯にするんだ。秘湯なのに行っちゃうんだ。温泉もいいですね。この山はあまり人が訪れませんから、まだ見つかってない温泉があるかもしれません。秘湯探し頑張ってくださいね。ありがとう、キララちゃんがそう言うなら間違いないね。ま、可能性は高まったな。お、そうだ、キララちゃんも一緒にどう？ありがとうございます。でもせっかくなのでお二人で楽しんできてください。私はこのカゴいっぱいに山菜を取ろうと思っているので。ツンツンかな。そっか、残念。道は違えどお互い頑張ろう。はい。温泉、温泉。なあなでしこ、温泉に期待するのもいいけど、メインはあくまでキャンプということにしないか。なんていうか、温泉に期待しすぎて見つからなかった時のがっかり感が怖い。それは怖いね。ということで、温泉より先にテントを張れそうなところを探したいんだが、まずはちゃんとキャンプができるように。そっか、そうだね。バランス悪いところじゃ料理もできないし、賛成。料理の話したらお腹空いてきたね。え、今日は何を食べるの？興味がコロコロ変わるな。今日は焼肉をする予定だ。焼肉。結構いい肉持ってきたぞ。あれ、確か昨日キャンプのための荷物はカバンに入れて、その時食材もしまったのは覚えてるけど、その後水着をしまい忘れたことを思い出して、タオルやら着替えもいるしってなってカバンに入らなくて、一旦全部出して整理し直して、その後肉をしまった記憶がない。
まさか。ごめん、なでしこ。肉忘れた。はぁ、もしかして、温泉が楽しみで、それに気を取られて。絶対、温泉見つけるからな。りんちゃん。でもそれって、私のせいだよね。温泉に誘ったの私だし。必ず温泉を見つけよう。あと、お魚もたくさん捕まえよう。お肉の代わりになるかわからないけど。適当に歩きすぎたかな。まあ登山する人もいないみたいだし、道なんてないようなもんだしな。次はこっちへ進もうか。比較的明るいし。ん？あ！わあ、広い！湖も大きい！ああ、いい景色！湖畔か。北の山にも似たようなのはあったが、ここもいいな。今日はちょっと霧があるけど、芝生も自然な感じで、人が来た痕跡もない。まだ誰にも見つかってない穴場かも。りんちゃん好みだね。あそこには砂場もあるよ。うん、料理をするときはあそこでしよう。その方が安定する。あ、料理、肉忘れたんだった。肉があれば最高だった。あ、せっかく元気になったのに。で、テントの荷物はここに置いてさ、また温泉探しに行こうよ。ああ、そうだな。さっきまでは明るいとこを目指して歩いてたから、今度は暗いとこに行こっか。やっぱり奥の方が人って感じするもんね。ん？あ！これは温泉だ！マジか。この見た目、この大きさ、この雰囲気、どう考えても温泉だよ。よし、早速着替えて。あ、いきなり。イエーイ。そんな確かめもせずいきなり飛び込むのは危険。決めた。ほら。あ、でも冷たいの気持ちいいかも。山登りで汗いっぱいかいてたし。マジか。私も水着水着。おお。あ、りんちゃんも入るんだね。まあそういうことになるな。もしかし、へへへ、りんちゃんいい体してまんな。いやいや、なでしこ殿も英傑ですし。ほれほれ。うわ、触るのは反則だぞ。もう何言ってんの、りんちゃん。女の子同士なんだし、いいじゃん。はあ、まったく。それじゃあ、へっへっへ。というか、待て待て。一回乗っかったが、そもそも何なんだ、そのキャラは。何って、グラビア撮影のカメラマンだよ。そういえば昨日言ってたな。
いや、そんなカメラマンがいるか。それに私の反応大間違いじゃないか。なんでアイドルがカメラマンのケツ褒めてるんだよ。いいからいいから。それじゃあ谷間作って。う、聞けよ。うーん、照れた顔もいいね。それじゃあ次のポーズは。なあ、やめだやめだ、もう終わり。私は普通に浸かる。ちぃ、まあ温泉までのお楽しみにとっておくね。やらないぞ。え？今度はなんだ？見て、お魚捕まえた。おお、魚がいたのか。うん、いっぱいだよ。だからたくさん捕まえてあげるね。お肉の代わりにしよう、リンちゃん。ありがとう。静かに入りたかったけど。ふい、えい。ま、それは温泉まで取っておこう。私のためっぽいし。はあ、いっぱい取れたね。なんかすごいな、なでしこ。褒められちった。さあ、これでご飯の心配はなくなったし、今度は温泉。お、今一瞬揺れたような。なになに？揺れてるよね。あ、収まったね。大した揺れじゃなかったけど、足場が悪くて転びそうになったな。また揺れないとも限らないし、もしその時に今よりもっと状況が悪かったら、転んで怪我をする可能性があるな。よし、ここは。なでしこ、一旦テントを置いてきたあの湖畔へ戻るぞ。え？あ、お二人とも無事でしたか？キララちゃん、もしかして私たちのために？はい、揺れたので心配になって。本当に無事でよかったです。わざわざありがとう。でもどうしてここが。あ、パスか。はい、お二人のパスをたどってきました。他に誰かこの山にいるのかな。大丈夫かな。他にパスは感じないので誰もいないはずですよ。そっか、それなら安心だね。ところでリンちゃん、テントへ戻るって話したけど、もうキャンプは中止なの？いや、様子を見るんだ。足場が悪い時にまた揺れたら大変だしな。だから下山するのもかえって危険だ。その点あの湖畔は開けてたから、そこで様子を見る。なるほど、それがいいね。はあ、大きな湖です。こんな場所があったんですね。まあ、あれだ。様子を見て大丈夫そうならまた温泉探そう。うん、よし、一生懸命様子を見るぞ。どんな状態だよ。そして単純だな。あ、またゴゴゴゴゴって音だ。でもさっきと音が違うような。この音、何かが崩れ落ちる音だよな。まさか土砂崩れ？そうか、火山灰があると土砂崩れの可能性が少し上がると聞いたことがある。そこにここ数日続いた雨やらさっきの揺れが重なって。運が悪いね。こ
ここに流れ込んでくるのでしょうか。地形的にありえるな。様子見は終わりだ。なでしこ、逃げるぞ。嫌だ。なんで、どうかしたのか。もしかして怪我を。だって、ここはせっかく見つけたりんちゃんのお気に入りの場所だよ。お魚もまだ食べてないし、ここを見捨てるなんてできないよ。ねえ、もし土砂が来てもさ、私たちで押し返したりとかできないかな。いや、そんなことできるわけ。キララもなんとか言ってくれ。私はなでしこさんの意見に賛成です。おい、キララまで。確かになでしこさんたちの世界でならリンさんの選択の方が正しいかもしれません。ですがここはエトワリアで、お二人はクリエメイトです。クリエメイトの力があればこの美しい景色を守ることもできると思います。私も協力しますから。わかったよ。大丈夫だよ、リンちゃん。私に任せて。今の私は風属性のナイトだから、土属性の攻撃なんてへっちゃらだよ。そうか。でも、服が土で汚れるのは嫌だから。じゃーん。出た。山を舐めた格好。でも今は、なんか頼もしいな。来ました。お二人とも、構えてください。あと少しです。決めろ、なでしこ。とりゃー。押し返した。やったー！この場所を守ったよ。そうだな。ですが、山の方は土砂崩れの被害が出てしまっていますね。ああ、帰り道どうしよう。まあ、元から道なんてないようなもんだし、来た時とそう変わらんから気にすんな。それにパスもありますから、麓の町まで案内できますよ。よかった。ただこの状態で散策するのは危険ですので、温泉探しの方は。うん、そうだね。残念だけど諦めるよ。リンちゃん、ごめんね。お肉を忘れちゃうほど期待してたのに。いや、それは普通に私が悪いし。まあ、今日はここでゆっくり過ごそう。私はもともと普通のキャンプをするつもりだったし。キララも一緒にどう？はい、喜んで。あと、せっかくだし、捕まえてくれた魚も食べたい。うん、そうだね。じゃあ、早速砂場で火の準備するね。頼んだ。私はテントを張る。キララ、手伝って。ここでいいかな。よいしょ。ん？リンちゃん！なんだ？霧ってさ、こんな風通しのいい場所でもこんなに濃いものなのかな？さあ、普通は薄まるだろうけど、残るときは残るんじゃないのか。なんか湖にまで霧が広がってるし、きっと根性のある霧なんだよ。じゃあさ、霧の種類にはムワッとして熱いやつもあるのかな。いや、そういうのは湯気じゃないか。仕組み的におかしいし。てか霧の種類って、というかどうしたんだ。そっちの霧、熱いのか？うん、
だからこれ、多分霧じゃなくて湯気なんだと思う。そっか、湯気だったか。湯気なんで湯気？どこからの？って、そんなの、あの湖からに決まって。暖かい。これ、やっぱり。温泉だ！つまり、そこのでっかい湖全部が。温泉？すっごい大きい温泉。こんなことありえるんだね。さすが異世界。お、異世界だからで片付けるか。でも、いい湯だった。さすが異世界。エトワリアは広いですからね。お、アキララちゃん、リンちゃん、次のお魚焼けたよ。あ、ありがとう。ありがとうございます。でもこの温泉どうしましょう。おお、思ってたよりも大きくて、なんかこれを隠すのは申し訳ないし、よし、秘湯にするのはやめよう。無理に隠したりしない。というか、そもそもできない。おお、りんちゃん偉いね。でも、噂が広まって、人がいっぱい来て、本当にいいの？いや、わざわざ広めるとかはしなくていいかな。最初は、隠れ家的に一部に。でも、今日は本当にいい場所が見つかった。なでしこのおかげだ。ありがとう。ちょっとぐらい広まっても、人がいっぱい来ても、何度でも来よう。